はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、通販フィルムカメラボディ、ハッセルブラッド 500cm と、こちらも定番の、プラナー C タイプ 80mm レンズのセットになっております。よっと。はい。ご覧の通り、500cm と、こちらの、はい、ザイスプラナーの 80mm C タイプ F2.8 黒強度のレンズになっております。はい、どちらもですね、非常に定番のカメラとレンズの組み合わせとして、はい、親しまれておりますので、ぜひお早めにチェックしていただけたらと思います。では外観から見ていきます。ボディから見ていきましょう。ご覧の通り、はい、500cm のエンブレムがついております。はい、外観、はい、目につくすれ当たりへこみとか金属部分の腐食錆汚れとかも見当たらない、おおむね綺麗な状態ですね。バックドアも変なひび割れとか汚れとかついてなくて綺麗な状態です。はい、いいですね。ミラーの劣化とか、この剥がれとか曇りもありませんし、皮の縮みとか剥がれ変色も見られないですね。はい、ご覧いただいている通りです。ウエストレベルファインダーが、付属してますね。ミラーも綺麗です。はい、ミラーじゃなくてルーペですね失礼しました。はい、ペイントロスとかも見られずに、こう畳み込み、こう立ち上がりに問題もないですね。もちろん、プリズムファインダーとかに交換することもできますね。でもこって、この爪を交換すると、別のこのフォーカシングスクリーンに交換することができます。今はですね、このノーマルタイプですね、一番こうピントの山がつかみやすいというふうに言われております。ノーマルタイプのフォーカシングスクリーンが、今は搭載しております。この爪を外すことで、こうですね、交換することができますね。透明度の高いアキュートマットとかに交換することができます。中も綺麗ですね。はい、こんな感じですね。はい、この爪をですね、こう出してあげると、はい、こうやってこう固定することができますね。はい、よ、はい、こうですね。はい、こんな感じです。ボディはいい感じですね。でもって付属のフィルムマガジンは、ご覧の通り A12 マガジンが、付属しております。スライドもベコベコしたりしないでまっすぐですね。で、中身も、錆びたり汚れたりしないで綺麗な状態です。シリアルも一致してますね。はい、839ですね。はい、でフィルムを今入れたと仮定して、このダイヤルをですね、グリグリグリっと回してもらうと、はい、ご覧の通りカウンター1でしっかりストップしてますね。はい、こちらのフィルムマガジンなんですけれども、熊本の中村光学様において、点検整備ですね、はい、一通りしてもらっております。ボディと接続して、はい、スライドを吹けばシャッターが切れるようになってるんですね。はい、今この窓が白の状態ですね。一回シャッター切ると赤になって、巻き上げてくださいというスリッシュになりますね。でもって巻き上げてもらうと、はい、こう白になって、カウンターが2に進んでますね。この繰り返しで、はい、撮影していただきます。こんな感じですね。はい、こんな感じで、はい、でこのままだと安全装置が働いているので、こう外れないようになってますね。はい、スライドをこう奥までしっかり差し込んでもらうと、はい、外れるようになっております。はい、まあ全部ですね、撮影したと仮定して、
フィルムを抜いてもらうと、はい、カウンターが0に戻るようになってます。はい、こんな感じで、ご覧のようにですね、あのボディとマージンの連動もしっかりとしております。はい、で重くなったりガリガリしたりせずに、あのスムーズに連動してましたね。はい、ではですね、この続いてレンズの方を見ていきますね。レンズも綺麗ですね。目につくすれ当たりへこみとか、このローレットの摩耗なんかもないですね。塗装が劣化したり文字が消えたりとかもしてないです。ご覧の通り、まあ、綺麗な状態ですね。レンズも前玉後玉ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗も見られない状態です。中玉にも、曇りカビ、バルサム切れなんかもこう見当たらないですね。こう目視で、ゴミ散りとか、撮影に影響するような瑕疵、描写に影響するような瑕疵は見当たりませんので、そのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態と言っていいと思います。はい、この、はい、絞りとシャッタースピードのリングもですね、スムーズに動いてますね。こうライブバリューで連動してきっちり動いてますね。このボタンもしっかり効いてますね。はい、別々に動かすこともできます。はい、でピントリング、これですね、もういっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。滑らかですね。グリス切れは感じられないです。はい、ボディと接続してシャッターを見ていきますね。シャッターは低速の1秒から見ていきましょう。はい、これ1秒ですね。1分の1秒。はい、続いて2分の1秒。はい、これ2分の1秒です。はい、きっちり可変して刻んでますね。次が4分の1秒。はい、4分の1秒もいいですね。はい、低速のシャッターにシャッターの粘りとかないのがお分かりいただけます。で、このシャッターチャージも重くなったりガリガリしたりせずにスムーズにこう連動してますね。はい、続いて60分の1秒、中速シャッターです。中速も、はい、しっかりスムーズに、はい、開いてますね。はい、このバックドアとかも引っかかりなくしっかり動いてますね。で、500分の1秒、高速シャッターです。はい、一瞬ですけども、はい、ちゃんと開いてるのがお分かりいただけると思います。はい、シャッターに低速から高速まで全く問題ないのがお分かりいただけますね。このライブバリューもしっかり効いてますし、ボディとの連動も問題ありません。でもってこうか、はい、ボディとの脱着にも問題ないですね。はい、こんな感じです。いい音。はい、で付属品ですけれども、レンズのボディキャップが付属しております。はい、それと、先ほどのマガジンの整備表と、これですね、 500cm ボディ用のストラップ金具、こちらですね、まあ、おまけだと思ってください。こちら付属いたします。こちらのセットで今回はお届けいたします。はい、もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の 500cm と C タイプ 80mm プラナーのセットですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当店で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ハッセルブラッドの、中盤フィルムカメラボディセット、ボディと A12 マガジンでもって C タイププラナー 80mm のセットとなっております。はい、今回もですね、だいぶリーズナブルにいい商品が、はい、ご紹介できておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。